さあどうもこんにちは、改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回は温度名古屋から納車動画をお伝えしたいと思います。納車に行くのは土方店長なんですけど、僕もついてってその様子をお伝えしたいと思います。で、正確には納車明日なんですけれども、今回納車する車、こちらがもう今日の時点で納車の目的地に先に運んじゃうということなんで、先にこちらの車をご紹介させていただきたいと思います。これ見たことありますよね。そうなんです、以前カスタム紹介でご紹介させていただいた LC コンバージョンなんですけど、買い取りさせていただいて、まあ、今回別のお客様にご制約ということで、この車にお伺いする予定になっております。で、そのまんまじゃなくてですね、さらにプチカスタマイズを施してですね、実はこの辺が追加でペイントされてたりだとか、そして後ろもこの辺って書いてたかな、あとここもなんと乗り分けされてるということで、ご紹介させていただいた状態から、まあ、少しまたニュアンスを変えて一段とかっこよくなって、こちらをご納車させていただきます。で、これから車取り来るみたいなんで、まあ、運んで明日朝早朝飛行機に乗って、そしてなんと今回ご納車させていただく方が某有名 J リーガーの方ということで、まあ、どこまでお伝えできるかわかんないですけど、お伝えしたいと思います。皆様おはようございます。時刻はただいま5時半ぐらいかな、一夜明けまして、いよいよ今日 LC500 の納車に行っていきたいと思います。とりあえずこれから土方店長と合流して向かいます。で、納車場所九州って言いましたっけ、九州の大分県に行ってまいります。というわけで今回も午前中ほとんど移動っていう感じなんですけども、まあどんな感じで納車になるのかっていうのをお届けいたします。とりあえず向かいます。おはようございます。よいしょ。ではお願いいたします。よろしくお願いします。セントレア空港に、はい、行きましょう。向かいます。はい。そんな土方さんにミスなんてありえないですよ。ミスしかないよ。いや、そんなはずないです。普段来ないし、まさかセントレアの駐車場に入ろうと思ったら関係者以外立ち行きしてエリアに入りそうになるそんなのはないですでしょうか。ナビ通りに来たんですけど、ナビが旅客ターミナルの、じゃあそれはあれですね、こっちです。メルセデス・ベンツ・ジャパンにクレームっすね。クレームです。ナビの制度は、そうです、ちょっと僕から言っときますねていうか昨日夕方まで車あったじゃないですか。夕方、お昼過ぎか、あの時間に車陸送かけて九州まで間に合うんですか。そんな感じなんですか。だって陸送会社っていうよりも今回 P1 トランスポートとかトランスウェーブさんってそのまま行ってくれちゃうじゃない。あ、そうなんですか。そう、近くのあのなんだっけ、パーキングとかで時間調整して一晩寝て、そのままノンストップだから。あ、そうなんですか。そう、いや僕なんかその中継場みたいなのあって結構時間かかるのかなっていうイメージだったんですけど、割とダイレクトに行ってくれるんですよ。そう、だからその分ほら費用がかかるじゃない。はいはいはい、はい、でも1週間もかかるところだと安いけど、はい、ね、はい、時間かかっちゃうからっていうのもありつつ、なるほど、まあレアケースですけど、じゃあなんか車、整備で遠方で預かるとかっていうのも言っていただければ、はい、そう全然そういった業者さんお願いしてとかっていうのも、そうですね、大丈夫なんでっていう話をしてたら、合ってる駐車場に着きました。じゃあ、あとは飛行機乗って、はい、で今回のスケジュールなんですけど、はい、大分県に納車ってことなんですけど、はい、大分県にダイレクトに今回のスケジュールだとちょっと行けないということで、まずこれから福岡に行きます。はい、はい、で福岡からレンタカーを借りまして、はい、でレンタカーで移動して、駐車券をお取りください。場内のご乗車させていただく車を、はい、合流してご乗車に伺うと。そうです。コーヒーを飲みたいです。セントレア初めて来たけど広いっすね。広いんだけどさ、なんかこう通路が羽田みたいにもっと細かくてもいいんだけど。確かに、今回はチケットなくしてないんでなんで前回のアメリカはチケットなくして、そうだ、はい、で
カウンターに届いてました。本当、はい、それを社長に、社長にボロクソ言われましたおめえはなチケットなくすからなっつって一生言われる案件です。はい、はい、もう10回ぐらい言われました。会議のたんびに言われます。今回はなくしてないから大丈夫です。さあ、というわけで福岡空港に今到着しました。初じゃない、2回目だ。去年来てるんだ俺、福岡。はい、福岡イベントで福岡空港来てます、はいはい、なるほど。すごいじゃん、街の中に空港なんですよね。だからむちゃくちゃアクセスいいんですよね。そう、ただ普通なんかあの着陸寸前でも街上空ね、はいはいはい、独特です。普通郊外にありますよね。めちゃくちゃアクセスがいいという、うん、そしてここからレンタカーを借りて、はい、1時間以上まだ旅は続きます。はい、本当じゃないですか、ひじかさん。何が？レンタカー当たりじゃないですか。なんで？ GT シルバーメタリックのこれ救急 1.3 ぐらいですか、これ。何しいこと言うのこれ、あのポケットシートってことは レーステックスかな。そうだね、レーステックス。もう最強っすね。まだ行ったことない今回は大分県に行く。そうだね。とりあえずどうすればいいの？温泉に入ってた。別府だね。あと鳥天でしたっけ。そうなんだっけ。確か鳥の天ぷらがなんか有名なんですよ、ね。リアゲートに P1 トランスポートって書いてあります、石川さん。あら、これまさか中身はそのあれですか。まさかうちが送り出した車が。はい、まさか。そんな偶然あります。あるんじゃないですかね。ちょっと気になってたんですよ、1時から2時の間にって言ってて、はい、今ちょうど1時半なんで、そう、まだ電話が僕の携帯にならないんで、まだついてないのかなってちょっと気になってたんですけど、多分そうだと思う。いや、これどこまで一緒か楽しみですね。はい、うん、P1 トランスポート、まあでも車が入ってることは間違いないでしょ。間違いないですね。来ました、置いた。じゃあもう間もなく、間もなくです。まさかの抜かしたトラックがそのトラックでした。P1 トランスポートさんです。遅いっすねって言って言えないです、これ一回しか会ったことないですよすげえ嫌なやつじゃないですか。お世話になります。すいません、遠くまで。お世話になります。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃ遠かったじゃないですか。ちょっと遠かったよ。え、でも、はい、福岡から1時間半ぐらいで来てる。あ、来ました。うん、来た来た来た。というわけで今回ご納車させていただくお客様は、あ、金崎ムーさんということでありがとうございます。お邪魔します。いやいや、こちらこそ。ありがとうございます。時の人ですね。そうです。時の人です。ヤフーニュースにもなった時の方です。いや、はい、いつもありがとうございます。はい、で、お車の方は降ろす準備します。はい、はいはい、だってでも自宅で降ろすと自宅丸出しだよ。自宅、ああだと、はいはい、まあそうですよね。ね、ほら、もしかしたら万が一にも、はい、もしかしたら一人ぐらいはファンがいるかもしれない。はい、うん、確かに、ね、絶対バレバレ思ってるんですよ。バレますよね、これ絶対バレますよ。そうなん、見間違えようがないんで。そうですよね。はい、嬉しいの、この色やっぱなかなかいないですもんね。そうですね。緑も少ないし、内装あの茶色っていうのも、茶色緑っていうか、車お好きなんですね。そうなんです、はい、あの土方さんに歴代の車を教えてもらってくる途中にびっくりしました。いやいや、全然もうそのためだけに参加しますか。これバレたな。これはかっこいい。誰もいないでしょ。皆さん、これが金崎ムーさんの車でございます。素晴らしい、はい、かっこいい。見かけたら追いかけましょう。もう皆さん、あの気づいてもマジ知らないふりしておいてください。初レクサスですか。そうそうです。あ、本当ですか。レクサスもそうですし、日本車が多分初めてじゃないですかね。そうなんですか。はい、へえ。
応 DM、 そうですね、 DM 行ったりインフィニティのアメリカ日産のやつとか乗ったりとか、へぇー、西川さんの方でベントレーとか、はい、ベンテーが乗って、この国産車初めてですね。そうだよね、あとは S63 クーペ乗って、ね、G63 乗って、はい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 、はい、うん、確かに。でももうね、こうこのデザインからしても国産車って思えない感じ。確かに確かに確かに、はい、これはね、すごいっすね、うん、別格だし、このエンジンも希少なエンジンになっちゃったし、はいはい、そうですね、もうないっすもんね、もう立体ね、製造されないし、かっこいいな。全然多分普通に、はい、クラブハウスとか行っても多分普通に行けますよ。そこであれしても多分面白いと思います。マジっすか。多分候補の人いるんで、はい、候補の人行くことが多分ズーズーシーンって本当に行っちゃいますよ。もう練習自体も終わってるんで、うん、誰か行くわけじゃないんで、じゃあ今回もう目指せヤフーニュースですね。ヤフーニュース大分トリニータ、うん、はい、金崎選手車を納車っつって、うん、ざわざわする。私ごときが争うこと言うつもりないですけど、はい、なんか金崎選手はネットでいろいろ書かれるんですけど、はい、全然そういうお、はい、変な人でも何でもなく、はい、すごく優しい明るい人です、はい、そして取れ高が分かっていらっしゃいます、はい、さすがスター。目立ちますね。ね、かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。さっき聞いたらなんか大分、うん、この周辺だと LC コンボあんまり走ってないってことで。そう。なんかね少ないって言ってましたね。うん、で埼玉でもそんな見ないんですよ。あ、本当ですか。うん。で走って17号とか走ってるとおっと思いますもん。あ、そうですか。LC コンボ。じゃあ東京と名古屋が多い気がします。多いんですかね、やっぱり、はい、まあ、当然愛知名古屋はトヨタお膝元なんで、そうっすね、っていうのもあるんでしょうかね。うわ、めっちゃかっこいいな。日本車に見えないね。そうっすね、すごいね。そうっすね。そして運転している方がトップアスリストの、はい、もうアスリート体型の方ですから。そうですね、すげえな。そしてなんとこれからトリニータのクラブハウス練習場に行くっていう。ついに大分トリニータの、はいはい、練習するところに、うん、このボンドの改造車が、はいはい、乗り付ける事態がやってきました。素晴らしいですね。いやでもちょっとあの J リーグ選手の車事情聞いてみたいですよね。いや、そうですね、はい、やっぱり時々なんかその、まあ、野球選手だったりサッカー選手だったり、うん、こんな車乗ってますみたいなニュースになったりするんですけど、うんうんうん、基本ノーマルじゃないですか。そうですね、はい、でもやっぱりこうオリジナルを求めて、うん、カスタマイズにもう詳しい方、興味ある方って多分いらっしゃると思うんですよ、うんうんうん、その辺をちょっとじゃあ向こう行ったら聞けたら聞いてみたいと思います。はい、大分県サッカー協会グラウンドということで、うん、はい、納車じゃなかったら絶対来ることがないよね。ないです。ありがたいです、こんなの見せて。はい、ムーさんの、はい、ご好意に甘えて来ちゃいました。わあすごい。あらすごいな。怒られちゃうの、入ったら飲め飲めってみましょう。え、番長止めが、うん、これはあのあれですかね、はい、ムーさんがこうサムネ用に、うん、そうです。
あ、これサムネイル用に止めていただいた感じですか。そうすごい、この緑の芝生と緑の LC のこのコラボレーション、めちゃくちゃかっこいい。いや、合うよ、めっちゃかっこいいですよ。めっちゃサッカー選手っぽいよ。走ってる姿もめちゃくちゃかっこいいよ、うん、モテます。モテるね、はい、もう車なしでも多分モテると思うんですけど。いやいや、でもめっちゃ目立ちます。もうガソリン、ね、間違いないです。バリバリ普通にティッシュをもらうついでにも普通にバレてます。そうだね、はい、頑張ってくださいっつって。今コスギさん、本当はムースさんって分かってたの、はい、だからもう多分動画流れる前にもうバレます。バレバレな。いやいやいや、もうそんな感じでちょっとチューニング、今回のカスタムポイントを紹介したいですね、はい、渾身の。いや、もう藤川さんと相談してですね、ある程度はベースは出来上がってましたけどね、はいはいはい、うんうん、今回はさらにそうですね、ちょっとパワーアップをさせてもらいましたよ、カスタマイズを。ちょっとポイントで紹介していいですか、はい、どうぞ、はい、まずちょっとこの独特なレクサス LC のグリルですね、ここの通常メッキの部分です、ここをキャンディーのスモークにしようかって話が最初あったんですよ。でムーさんといろいろ考えて、はい、いや車のバランスと色を考えて同じキャンディーでもブラウン系入れようと、うんうん、ね、でよく見るとそうただのスモークじゃないんですよ、ただのスモークじゃないんですよ、ちょっと茶色っぽく光る感じで、うちのボンドボディの協力のもとそのいろいろ調合していただいて車に合わせた光り具合で、なるほど、バッチリ。いかがですか。バッチリです。、ね、ずっと見てましたもんね。そうだよね。おーってね、出来上がった時ねずっと見てたね。っていうのとここですね、ちょっとうっすらとスモークかかってます、はいはい、これあのライトスモークのフィルムを貼っております、はいはい、それもあんまり濃くしすぎちゃうとやってんな感出ますよね。そう、若者感というか、そう、はい、だからちょっと薄めでっていう仕上げでしたね、はい、今回ね絶妙な感じで。そうで、まあ、僕とムーさんのこだわりポイント、はいはい、2箇所、まず1箇所ここですね。そこもともとあれメッキなんでしたっけ。黒なんです。あ、黒か、はい、はい、でちょっとここだけ黒の存在が強かったんで、はい、どうしてもこの色をなかなかこの LC のコンバチブルでこの色って存在しないじゃないですか、はい、そこをどうしても強調したくて、ここも同色にしようと。でどうなるか雰囲気はなんとなく想像はついたんですけど、上がってきてみたらこの塊感がすごい出て、ものすごく良かった。突然出てくるクロスからね、そこ。そうなんですよ、ここが、はい、でここの、ドアモールがグロスブラック入ってるの分かるんですけど、はい、他の輸入車とか他の高級車もドアモールだけでグロスブラックでこう成立してるじゃないですか。だったらこちらはいらないんじゃないか。そうですね、はい、かもしくは逆だったらまだそんなに気にならなかったかもしれないですよ。下が黒 で、ね、上がボディ同色だった。そうなんです、はい、なんでここはもう単色じゃないですけどボディ同色にして、フロントのグリルと同じでキャンディーブラウンのスモークをかけております、はい、これですね。これじゃあ他の LC オーナーの方にもおすすめなカスタマイズ、ね、絶対おすすめです、はいはい、で2つ目、はい、ここですね。もうそこに関しては僕は激しく同意です。ここなんか突然出てくる。そうですよね、はい、赤。そうそうなんですね。なんでここで切れてないんだろうと思いますよね。思いますよね、はい、それがどうしてもこの LC っていう車をムーさんと話してる時に、はい、ここはちょっとなくないっていう、せっかく開けた時のイメージとかいろいろあるじゃないですか。確かに。でそれをこう今この状態で考えた時に、当然ボディと一体感があった方が車としてスクエアなデザインだしより映えるでしょうと。やったときないけどやっていいって言ったらムーさんがいいよってやっちゃってみたいな。いやこれはもう激しく同意です。なんでこんなにハイマウントでっかいんだろうなっていう。やってよかったですよね。やってよかった、ね、こう塗るとちっちゃくなって、そう、はい、一体感めっちゃ出ますね。出るよね、はい、でさっきもちょっと走ってる時に僕も後ろから眺めてましたけど、すごくこの綺麗に光るっていうか、はいはい、そう、はい、上の赤がないので、はいはい、うん、とてもいいと思いました、はい、まあ、あとは
こちらもここも激しく同意です、はいね、突然出てくるこのザラザラのメッキ、そう、はい、しかもテッカテカじゃないですか、はいはい、純正って、はい、なのでそこをちょっと光を抑えながら統一感を出しました。でこれワントーン落ちてるからそんなに目立たないんですよね。そうなんです、急に出てきても。そうだからね、なんかすごくこう渋い感じでまとまったかな。なるほど。でやりすぎ感が出ないけど細かいんですけど手数はそこそこ入れてるっていう感じです。でもともとホイールがバランスよくセットアップされてる車だったんで、ホイールがちょっ とダークのグレー系だったりするので、こちらもピカピカ光るよりはちょっとトーンを下ろす。そうですね、ホイールに近い感じのトーンで各部メッキとかを合わせてあるということ で、はい、あとはこのリアのここ、ね、下がですよね、はい、はい、ここを塗ってます、はい、ここも同じようにキャンディースモークですね、スモークブラウンで、ムーさんと話してあえてここは触ってないです、はい、でなぜかというと最近の車ってマフラー感がすごくないじゃないですか。確かに、はい、なので あくまでもスポーツカー GT カーなんでマフラー感は出そうっていうことで、これは純正のそのままを生かしてます。なるほど、はい、こんな感じで、うん、でリアのエンブレムもスモークですね。はい、スモークになっておりますね、はい、そんな感じです。いやーかっこいいね、はい、というわけでこれが改めましてムーさんの車でございます。はい、やばい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 、ありがとうございます。ありがとうございます。相当バレますよこれはこれは目立ちます。これは目立つな、かっこいいな。やっぱり分かるんですね、金崎選手だって。みんな大分はやっぱ狭いんで、うん、はあ、よくわかりますか、じゃああれですね、悪いことできないですね。しないじゃないこれ J リーグ選手の車事情ってどうなんですか。そう最近どうすかみんな、うん、うん、ゲレンデ、うん、ふうくんでも撮っちゃダメですよ、まあ、ゲレンデがやっぱめっちゃ多いっすね、めっちゃ多いっすね、いじる方っていうのは少数派なんですか。やっぱりいじる人は少ないですね。あ、やっぱりまあ純正とかで、はい、そうですね、いじる人少ないですね。ホイール変えてる人とかも少ないですし、うん、前 あのチームの時もいじってる選手は少なかったですね。何人かはじゃあいらっしゃるんですか。まあたまにですね、まあ、外国人の選手とかで車好きな選手とかが、はい、まあ、いじってたりぐらいで、あんまり聞かないですけどね。やっぱり確かに海外から来てらっしゃる選手とかって、はいはいはい、結構がっつりいじる人もいますよね。そうそうそう、うん、ブラジル、ね、の選手とかは結構好きですよね、ストライク受けの人は、うん、もう全然もういじるだけいじるみたいな。本当に知ってたりは、だから結構オンリーワンが欲しいんですよね。そうそうそう、うん、日本人ではやっぱなかなか、うん、ないですかね、みんな、うん、じゃあぜひ金崎選手から発信していただいて、はい、はい、いやいやいや、いやー、なんかもう胸熱です、僕的には、はい、大分のこの地で、はい、うちでいじらせてもらった車が走ってそれを乗ってるのが金崎選手ということで最高だよね、はい、そして金崎選手の J リーグチームの最初のチームなんですよね。ああそうです、そうですよね、はい、自分がプロ入って、はいはい、最初のチームにまた今回ね戻って、はい、来てまた戻ってこれたことも幸せですね。サポーターがすごい温かい感じでね迎えてくれてそれも嬉しいですし、まあそういう意味でもねこうサポーターに恩返しできるようにね、ちょっとこの車を乗ってちょっと自信つけてさらにちょっと頑張りたいなと思います、ね、ぜひ、はい、僕も応援してます、はい、ぜひ、はい、もうなんか完璧な締めのコメントをいただいてありがとうございます。このバックのあれが最高ですけど、ね、もし映せるのであれば、はいはい、じゃあありがとうございました、はい、全然こちらこそありがとうございます。応援してます、じゃあ、はい、頑張ります。頑張ってください、はい、怪我ないようにしてください、はいはい、そうですね、怪我だけは気をつけていただいて。わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、とんでもないです、頑張ってね、はい、いや、貴重な経験をさせていただきました、うん、はい、なかなか J リーグの一線で活躍されている方と
そうですね、トップ選手ですからね、嬉しいですよね。しかもすごく優しいというか気遣っていただいて、いつもいつも本当になんかお付き合いしていただいて、はい、はあ、本当に気さくな人でびっくりしました。そうですね、はい、多分、はい、選手っていうかフィールドとか、はい、いろんなこうメディアで紹介される金崎選手と全く違くて、はい、スノー金崎選手、まあ、僕ムサムサンって言っちゃいますけど、はい、すごく優しいです、温和で、はあ、あのフィールドでのその激しいプレーは想像つかないぐらい、なんかいい意味でですよ、なんかこう、うん、緊張しちゃう雰囲気がない、うん、そうですね、はいはい、すごい気さくで、はあ、で車が好きなんだなっていうのがもう本当大好きですよ。だからね、名古屋愛知県のチームにいた時はしょっちゅう名古屋店に来て、はい、いろいろを見て、別に何ってわけじゃないんですけど、見たいっていう感じでいらっしゃってましたよ。というわけで飛行機が6時半なんですけど、こっち9時間から6時9分これ大丈夫ですか？大丈夫です。電車と違って飛行機乗り遅れ許されないやつですよ。大丈夫です、はい、頑張って帰りましょう、はい、安全運転で、安全運転で。というわけで今回は大分トリニータの金崎ムー選手の納車の様子をお伝えいたしました。やっぱり個性的な車、うん、はい、特にご用意いただければ、まあ、探してきたりだとか、はい、今は乗りの車をいじったりだとかいろいろできると思いますんで、ぜひボンド名古屋へじがさんにご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録 と高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。